これまで紹介してきたように、エンハンス、パンチ感、ステレオ感、サチュレーション、それらを組み合わせながら、楽曲内で漏れないサウンドに仕上げてくれるのが、Waves by Tami になります。EQ とは違う、コンプとも言えない独特のエフェクトですが、バイタミンはあらゆるトラックの存在感を出すことができます。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は Waves プラグインの中からこのチャンネルでもたびたび登場しているバイタミンを紹介したいと思います。バイタミンについてよくトラックに栄養を与えると言われますが、具体的に栄養って何なのとか、そもそもですね、その栄養を自分の楽曲にどうやって生かしたらいいのかわからない方が多いと思います。そこで今回は実際の音を作りながらバイタミンでできることをですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。バイタミンを一言で言い表すならば、楽曲内で埋もれないサウンドに仕上げるエフェクトです。まずはこちらを聞いてください。今聞いてもらったアコギのトラック、中低域に音が寄っている印象で、このまま楽曲で使うと他のトラックに埋もれてしまいますよね。楽曲の中でも埋もれないきらびやかなサウンドに仕上げたい、そんな時に使ってほしいのはですね、バイタミンになります。音の存在感がまるで違いますよね。バイタミンの特徴はトラックの美味しいところや聞かせたいポイントに栄養を加えるようなイメージで、ここのスライドを上げてエンハンス処理できることです。今回はアコギの美味しい胴鳴りの温かみや高域の空気感を担う帯域をエンハンスしています。このようにまずはトラックの美味しい帯域をエンハンスして強調するように使ってみてください。で、ここでですね、 EQ 処理するのと何が違うのかって疑問が出ると思うんですよ。実はここにですね、バイタミンの栄養と言われるゆえんが隠されています。EQ というのは指定した周波数帯のボリュームを直接持ち上げます。ただエンハンサーはその周波数帯を構成している倍音を加えます。エンハンサーはですね、 EQ のように指定した周波数帯を直接持ち上げるんではなくて、その周波数帯を構成する倍音を加えて明瞭感を出すのがポイントです。そしてその倍音を加えて得られる明瞭感には決して EQ では代用できない独特の滑らかさがあるんですよね。狙った帯域が滑らかに気持ちよく持ち上がってくる。これが EQ とは異なるバイタミンで得られる栄養になります。バイタミンで得られる栄養はエンハンスだけではありません。トラックにパンチ感を与えて楽曲内で埋もれないサウンドに仕上げることもできます。まずはこちらを聞いてください。トラックの美味しい帯域をエンハンスして強調するのがバイタミンの基本でしたよね。今回はこのキックのですね、美味しい帯域と川なりを担う高域を強調してスッキリとしながらも重量感のあるキックに仕上げてみたいと思います。中低域の濁った部分が取れて、すっきりとしながらも重量感のあるキックに仕上がっていますよね。ここで注目してほしいのが、キックのパンチ感、アタックがきちんと強調され、バイタミンで処理する前よりも躍動感が出ていますよね。このパンチ感が楽曲内で漏れないサウンドにつながります。次はこちらをシンセに注目しながら聞いてください。ここではシンセにバイタミンで中高域から高域にかけてエンハンス処理した上でパンチ感を加えてバキッとしたサウンドに仕上げています。このパンチ感があるかないかで、楽曲内での存在感が大きく変わってくるんですよね。で、もう気づいてると思いますが、シンセのステレオイメージが広がっていますよね。
このようにバイタミンではステレオイメージの操作によって楽曲内で埋もれないサウンドに仕上げることもできます。ステレオ感をどの程度広げるのかまたは狭めるのか、例えばドラムをまとめたステムトラックであれば低域を狭めながら高域を広げることで存在感を出しながらもトラックの濁りを取ることができます。楽曲内で埋もれないサウンドに仕上げるためにはわずかな歪み、サチュレーションも欠かせないですよね。実はバイタミンはこれまで解説したエンハンス、パンチ感、ステレオ感だけでなくサチュレーションを加えて楽曲内で埋もれないサウンドに仕上げることもできます。ここではベースの美味しい帯域をエンハンスしながらパンチ感を加えてベースラインがより見えるようなサウンドに仕上げています。で、注目してほしいのがインプットレベル、ピークがつくぐらいインプットを突っ込んでいますよね。インプットを突っ込むことで心地よいサチュレーションを加えることができます。このサチュレーションはあくまで隠し味的な要素としてミックスでのトラックの聞こえ方を変えるようなイメージで使ってみるのがいいと思います。これまで紹介してきたようにエンハンス、パンチ感、ステレオ感、サチュレーション、それらを組み合わせながら楽曲内で漏れないサウンドに仕上げてくれるのがウェーブスバイタミンになります。 EQ とは違うコンプとも言えない独特のエフェクトですが、バイタミンはあらゆるトラックの存在感を出すことができます。まずはトラックの美味しい帯域をエンハンスしてください。その上でパンチ感、ステレオ感、サチュレーションを加えながらトラックを仕上げてください。自身の楽曲のミックスに大きく役立ってくれると思います。ではまた。